これじゃあカーパパです。紅葉尾瀬の旅前編では多くの方にねご視聴いただきましてありがとうございました。後編は尾瀬ヶ原の幻想的な朝もやから始まります。それではどうぞご覧ください。破れちゃった。美味しい。思わず笑みがこぼれてしまう美味しさです。尾瀬小屋さんでね、美味しい朝ごはんをいただいて、今から出発します。今年もねありがとうございました。うさぎ田代ですね。いやー、やっと山頂からのね激登り、やっとここまで、
上がってきました。きつかった。ここね、何回も通ってるはずなんだけどね、新鮮ですね、うん、おー、いい感じの赤、なんていうんかな、これ上品な赤だね。すぐ横にね、また出現。これはね、地図上でのめり田代って書いてあるところですね、ちょっと前のめりになってるような感じはするんですけど、ここもね、だんだん木の方にね、色がついてきました。来たよ、日内裏林道、最大の湿原です。はい、じゃじゃーん、ここだけはね、あんな風にこうベンチが設置されてます。抜群の眺めです。こっちからね、でかいっすよ。草もみじのね、色もね、見てください、これ群を抜いて綺麗ですよ。これせっかくベンチがあるんでまあなんか今日座ってばっかりだな。はい、おーい、最後の最後くらいかな。これはね、姫田代だと思います。おお、ここは赤いね。まあ、姫って名前があるからなのか、すごい綺麗です。ああ、やっと来たかな。今日通ってきたね、日内裏林道、いくつもの美しい湿原を通りましたけど、これがね、最後の湿原になります。三池田代ですね。まあ、最後の人もね、右から来ると最初ですけど、あ、ここはね、かなり草もみじが白くなっちゃってるというか、終わりに差し掛かってますね。でそれとね、入れ替わるように、あの木々がね、だんだん赤とか黄色に変わってますね。あ、向こう輝いてる、すごいね。無事ここまで来れました。
いやー、結構ね、山上回ってくると疲れますね。はい、というわけでございまして、今年最後の尾瀬の旅、昨日今日とね2日間かけて、尾瀬沼から三原市に回って、素敵な紅葉を撮ってきました。というわけでございまして、今回もね、ご視聴ありがとうございました。カポポでした。